房、冷房あり吸盤を作る仕事ばかり回ってくるけど同じことの繰り返しが大切だと切り替えている他もしたいなぁと思う母と子の銅像があるんだけど12日にそこを通るとアゲハチョウが止まっていた息子が会いに来てくれたんだと思った引き続き本人からの手紙を読ませていただきます 合唱「夜もクーラーで部屋の窓全開にしているのでとてもよく眠れます」「実相世界は心配や取り越し苦労はない」「母さんはありのままです」「裏表の心は出すのが嫌いだったのでお父さんと必ず出所しても今の気持ちを変えることはないです」「8月14日手紙をとても素晴らしい爽やかな声と態度で看守さんが届けてくださいました」 外面は変わらなくても、心は一度死ぬ覚悟にならなくては、この実相は悟れないものだと感じています。生命の実相の本、今は十三巻です。今まで十二巻はさらっと読んでいたな。今は紙しめ、紙しめ読んでいます。地球上の使命終われば、お父さんの棺桶にも、私の棺桶にも、二人一緒に入るつもり。 生命の実相、四十巻入れてください。お父さんのメガネ、早く入れてあげてね。ごめんなさい。神を信じて。生命の実相の本の息抜きのつもりで借りた柳瀬隆さんの、明日を開く言葉。パッと目に入ったのは、悪い人を倒すことよりも、弱い人を助ける、という言葉。私も弱い立場の人にも、 いろんな次元があろうとも罵声や冷たい言葉を吐ける人が理解できないお父さんのこと男の刑務官は特に中の人に裏切られたりしたこともあるんじゃないかなめられたりするからじゃないかお父さんはそれで大きくなるお父さんのことはみんな分かってくる絶対お父さんを見ている人がいる幸せの運命はお父さんが作っている幸せとはお父さんのことを言う。 受刑者の方にお昼ご飯おいしくないねと話しかけられる私はおいしいと答える疲れたしんどいと言われる私は楽しいと答える落とされたくない言葉で作る言葉は神なり同調してはいけない一匹狼でいい嫌われてもいいから褒められてばかりじゃわからない自分で自分を褒めている私たちは誰から生まれてきたの 神様がいてはる自分の中にいてるここに入って気が付いた生命の実相の本読みやどんなこと言われても感謝しよう嫌いな感謝さん何とも思わなくなった内なる神様が一緒になっている現象的なのは全部嘘この世界を宇宙バックボーンから見たらこの世界はない政治家や肩書き関係ない セミがいて体をじっと見ていたら体から綿が見えたセミは神様が作っているお金なんて神様が作っていない人格者が現れないとあかんお父さんは人格者両腕には赤い師範のようなものが濃くたくさんたくさん出ていたいつからそうなったのかを尋ねた ポットのお茶を全部飲んだら腕が痒くなってきて我慢したけどじんましん。看守さんが検査をしましょうと対応してくださり一度は断ったけれど検査をしてくださり異常なかったよ。